皆さんのお住まいの地域には飼い主のいない猫はいませんか？いわゆる野良猫、地域猫と呼ばれることもありますが、飼い主がいないことでトラブルの元になったりしていませんか？今回の生き生き情報福井は、飼い主のいない動物の命を守る活動をご紹介します。詳しくお聞きするために福井市保健所にやってきました。こんにちは。こんにちは。今日は飼い主のいない猫についてお聞きしたいのですが、はい、まずは再現ドラマをご覧ください。家に迷い込んできた子猫、最初は可愛いと餌をあげていましたが、あれ？子猫だ。捨て猫かな。家じゃ飼えないけど、餌だけあげよっか。こんな子猫を捨てるなんて。そんな感じで私たちは半年ほど餌やりを続けていました。あれ？最近太ってきてないか？そうだね。餌あげすぎたかな。数日後。あ、子猫連れてきた。まだ子供だと思ってたんだけどな。やっぱり子猫は可愛いね。さらに半年後。あ、また子猫を連れてきてる。去年生まれた子猫もお腹が大きいぞ。1年でこんなに増えるんだね。こんなにたくさん面倒見きれないぞ。どうする？そこへ。すいません、お宅の猫がうちの庭にも糞をしていて困ってるんですけど、なんとかしてくれないですか？そうは言われても、うちの猫じゃないんだけどな。家に寄りついていた捨て猫に不妊手術を施さずに餌をあげ続けた私たち、1年後にもっとたくさんの猫が寄りつくように。その結果、猫を捨てるということになってしまいました。北村さん、よくありそうな話ですが。はい、聞いたことのあるお話ですよね。令和4年度に福井県動物愛護センターに持ち込まれた福井市内の猫の数は160匹です。ちなみに犬は16匹だったので、犬の10倍の猫が保護されています。これ以外にもボランティアの団体などで保護されている犬猫はたくさんいます。野良猫は糞尿や発情時の鳴き声、また車を傷つけたり家に入り込んでくるなどの問題が発生しています。それらの保護された犬や猫はどうなるのですか？福井県動物愛護センターなどで行われている譲渡会でマッチングし、新しい飼い主さんに引き取られていきます。しかし保護された猫が多いと飼い主さんを探すのは大変です。北村さん、そもそも野良猫が増える原因は何でしょう？はい、野良猫の数が増える主な原因に、先ほどの再現ドラマにもあったように、家の周辺にやってきた野良猫がかわいそうと、不妊去勢手術をせずに餌を与えることが挙げられます。つい餌をあげたくなっちゃいますよね。そうですよね。でもこの場合、餌を与えることが悪いわけではなくて、不妊去勢手術をしなかったことが問題と言えます。これによってどんどん子供を産み増えていくと考えられます。猫は繁殖力が強い動物で、手術をせずに放置した場合、計算上1匹のメスから1年後に20匹以上、さらにその猫が子供を産み2年後には80匹以上に増えるとされています。また飼い猫であっても
不妊去勢手術を施さずに野外で自由にさせている場合、野良猫と交配して子猫が生まれる場合もあります。ペットを飼うときには十分考えて飼わないといけませんね。はい、福井市ではこれ以上不幸な猫を増やさないためにも譲渡会を行ったり、不妊去勢手術のための助成金を出しています。助成金についての詳しい説明は番組後半でお伝えします。一ノ瀬さん、実はこれ以上不幸な猫を増やさないよう福井市で野良猫の保護活動をしている団体がいるんです。福井犬猫を救う会という NPO 法人なんですが、一度お話を聞いてみませんか。はい、こんにちは。あ、こんにちは。NPO 法人福井犬猫を救う会の皆さんでしょうか。はい、そうです。こちらは今から何をされるんですか。今からあの猫ちゃんの避妊手術のための捕獲器を設置するところです。見てると入らないのでちょっとしばらくだけ離れていていただけますかね。あ、はい、わかりました。はい、ちいちゃんいたの。クロちゃん、ちょっと入れ物、クロちゃんおいで、ここに今どこにいるの、うん、もういないよ。お待たせしました。あの福井犬猫救う会の藤永と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。改めまして藤永さん、はい、活動の内容を教えてください。はい、あの私どもの会の主な活動ですけれども、一つは行き場をなくした犬猫の新しい飼い主さんを探す活動を行っています。で、具体的には月1回あの譲渡会などを開催しています。で、2つ目がですね、野良猫の不幸な命を減らすために不妊去勢手術の促進活動を行っています。で、3つ目がですね、あの犬猫の飼い主さんに対する適正飼育の普及啓発活動などを行っています。で、うちの会のメンバーがおおむね40名余りおりまして、まあ、年代もですね10代の後半から70代まで、まあ、多種多様な人が活動してくださっております。で、あのやはりこういう活動に参加していただける方はやっぱり犬猫の命を少しでも救いたいという熱い思いの方が、まあ、参加してくださっております。はい、具体的にはどのような活動をされているんですか。はい、まあ、一番目のですね、新しい飼い主さん探しの場合は、まあ、月1回、まあ、第2日曜日ですけれども譲渡会場で譲渡会を行っています。で、まあ、子猫が出てくる6月以降になりますと、まあ、猫の数が多いということで月2回、第4日曜日も、まあ、臨時的に開催しています。で、2つ目のですね、不妊去勢手術の、ね、促進活動については、やはりあの TNR といいまして、捕獲器などを使ってですね猫を捕まえて、で動物病院で手術をしてもらって、でまた元へ戻すと。 TNR 活動初めて聞きました。どういったものなのでしょうか。 T とはですね、あの捕獲器を使って捕まえる。で、 N はですねニューターといって手術するという意味です。で、 R というのはリターンの略で元の場所に戻す、そういう意味です。はい、猫を捕獲するのは難しいですか。そうですね、あの簡単に入る子ばっかりではないので、もう本当に根気作業になりますし、いろいろ試行錯誤しながら気長にやってますね。どこに捕獲器を設置するかっていうことなんですけども、あの基本はその餌をあげてる方のお宅になります。で、場所なんですけども、基本はもう餌はですね、でそれ数、猫の数にもよるんですけれども、
たくさんいるときはやっぱりまとめて捕獲器を置いてしまうと入らなくなりますので、話すことも大切なんですけど、例えばここは猫の通り道になってるんですけど、下がまっすぐなところですね、捕獲器が勝手に閉まらないようにまっすぐなところに最初置いていただいて、でこうやって蓋を開けたら餌は一番この奥になります。食い逃げしないように一番奥に入れてもらって、でこの踏み板を踏むとガシャッと戸が閉まるようになるんですけども、この踏み板もこういうので隠してあげると警戒心は薄くなりますね。でこうやってカゴのままではなくって、バスタオルをかぶした状態で檻っていう風にわからないような状態にしてあげると入りやすくなります。猫が何時頃に餌を食べに来るかですね。でその時間めがけてこれを設置するんですけども、その時にはもう餌やりさんには絶対朝の餌はストップしてもらって、捕獲はもうそれが本当に一番大事なことですね。 N のニューターはどのようにするんですか？手術するというのは、動物病院ですね、連れて手術するわけですけれども、手術をしてそういう命に危険さらされるというようなことは、決してありませんので、それは安心していただけるわけかなと思います。で、野良猫の場合は、もう一度捕まえるということが大変なので、お医者さんの方では抜歯をする必要がないように自然に糸がなくなっていくようなものを使って、抜歯をし手術をしていただけます。最後はリターンですね。今度は病院から迎えに行って元の場所に戻すということですけれども、元の場所に戻す方法もですね、メスの場合は麻酔が切れるまでにちょっと時間がかかりますので、元に戻す場合ですね、私どもは一晩家の中っていうんですか、玄関とか倉庫のところですね、そこに一晩置いて翌日の朝戻すようにしてます。そうしないと麻酔が完全に切れない状態で離してしまうと、交通事故にあってですね、亡くなるケースもありますので、そのようにしてます。なぜ捕獲した猫を元の場所に戻すんですか？猫は縄張りがあってですね、他の地域では生きていけないということがあるので、元に戻る場所に戻すということをやってます。猫ちゃんが生きていくためにはやはり地域の人が餌をやっていただいて、餌をやらないとやはり近所のところに迷惑を、ゴミ荒らしをしたり、あるいは他の地域に移動して今度は逆に他の地域で問題を起こすというようなことになりますので、これ以上も増えないようにきちんと手術されていますので、餌をその後はもう餌は十分あげていただくようにぜひお願いしたいなというふうに思います。 TNR 活動を進めていくには地域の皆さんの協力も大切なんですね。はい、やはり地域住民の方のですねご理解がないと、なかなか餌やりさんも冷たい視線にさらされるっていうんですか、そういうあれになりますので、なかなか餌やりさんの協力が得られないので、やはり住民の方のそういう猫に対する理解がないと、餌やりさんもなかなか協力していただけない面がありますのでね、やはり地域の方のご理解、それが一番大事にもなってきます。はい、最後に団体としての今後の抱負を教えてください。はい、将来的にですね、野良猫の元栓を閉めるっていうんですか、やはり不妊矯正手術のね徹底を図っていくということが一番
やっていきたいなっていうふうに思います。でそのためにはやはり私たち犬猫救う会だけではですね、大変微力な団体なので、行政とか他のボランティア団体も含めて皆さんで連携して、取り組んでいけるようになっていきたいなと思っています。新しいメンバーや活動をお手伝いしたいという方を募集していますか？はい、猫のですね、しばらくの間預かっていただける預かりさんを、一番募集しております。なぜならば私どもの会はそういう保護施設がないものですから、行き場をなくした犬猫ですね、特に今野良猫が問題なんですけれども、猫の預かりさんが大変不足しておりますので、一番募集しているところです。福井犬猫救う会のホームページからお手伝いしていただける方は募集をお願いします。わかりました。今日はいろいろな活動やお話を聞かせていただき本当にありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。野良猫の不妊・去勢手術のための助成金について詳しく教えてください。はい、不妊・去勢手術の助成制度は年度ごとに予算が決められていて、対象となる猫は野良猫に限ります。野良のメスに対する不妊手術は1回15,000円、助成金を申請していただくと負担が8,000円になります。オスの去勢手術は1回10,000円、助成金を申請していただくと負担が5,000円になります。まず保健所窓口に申請書を提出していただきます。その後動物病院に予約をしてから野良猫を捕獲して動物病院に連れて行きます。手術後は状態を見てまたどの場所に放してもらいます。実際には猫を捕獲するのはなかなか難しいと思います。やはり福井犬猫を救う会などの協力が必要ですし、地域の皆様の理解も重要になる活動です。飼い猫の場合も不妊去勢手術が必要なんですよね。はい、今回は野良猫の話を中心にお話ししましたが、猫の不妊去勢手術はご家庭で飼っている猫にも施しましょう。ご自宅で飼っている猫が外に出て気づいたら妊娠して帰ってきて、生まれた子猫を飼えなくて捨ててしまうケースがあります。猫や犬などの愛護動物を捨てる行為は犯罪にあたります。望まれない命を生み出さないためにも不妊手術を施し、責任を持って世話ができる頭数を飼育しましょう。動物が好きで飼い始めたのに捨ててしまうなんて結末は残念ですね。はい、最近高齢の方が犬猫を飼い、飼い主の方が先にお亡くなりになるなどして犬猫が居場所を失うというケースがあります。例えば息子さんや娘さんなどに協力を仰ぎ、もしもの時に動物を引き取ってくれる人がいるか確認した上で飼うようにお願いします。いずれにしろ動物を育てる際は責任をしっかり持つことが大切です。身近に動物がいると癒されますよね。でも地域トラブルの元になることも。今回の話を聞いて地域の協力が重要なんだと感じました。皆さんも猫を見かけたら少し考えてみませんか？それでは次回の生き生き情報福井もお楽しみに。